仕上げの餌はですね、トウモロコシを使わず、麦、キャッサバ、マイロなどを中心とした、当社オリジナルの指定配合で飼育管理しています。防腐剤、保存料、着色料、増量剤ですね、こういうのは一切、添加しないで、ドイツの国内で、認められてますその添加物は使用しますけど、それ以外の添加物は一切使わないところには、こだわっています。